ジェットストリームというあのあのなんていうかラジオ番組をご存知でしょうか、最初ジョー達也さんが取られました。今6代目でなんかあの福山雅治さんがやってるみたいですけど、でも私聞いたことはないんですけども、その昔からやっておられたのの、これはなんていうんですか、ね、主題歌というか一番最初にかかる曲で、はい、テーマソングが、はい、違うんですね。なんていうんですか、ね、ミスターロンジュ、はい、この一平線が消えて深々とした夜のように心を沈めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。Thank you.